カモンリバプール。どうもリバプール大好き YK です。今回は9月18日に行われましたプレミアリーグ第5節リバプール対クリスタルパレスの試合を振り返っていきたいと思います。このチャンネルではリバプールに特化した情報をお届けしておりますので、もしよかったら高評価そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは行きましょう。さあ早速振り返っていこうと思いますが、まずはこの試合のメンバー確認していきましょう。こちらでした。はい、ミラン戦とは6枚変更がございました。ディフェンスラインが全て違うということになっております。さあそしてこの試合の結果がこちらです。はい、3対0でリバプールが勝利を収めました。43分にマネがゴールをしまして、そして78分にサラーが追加点。この試合の終了間際89分にはケイタの素晴らしいボレーが決まって、リバプールが3対0でクリスタルパレスに勝利しております。さあこの試合で起こったこと9つありましたのでご紹介したいと思います。まず1つ目はリバプールクリスタルパレスに9連勝。この試合勝ったことによりリバプールはクリスタルパレスになんと9連勝ということになりました。上位クラブを苦しめてきたクリスタルパレスですが、リバプールにとっては非常にお得意様ということになっております。この試合も3対0で勝利しまして、リバプールが9連勝となりました。続いてこの試合で起きたこと2つ目はチアゴ怪我。この試合62分にチアゴが負傷交代しました。試合後の情報によればふくらはぎに問題があったということで、クロップは軽傷であることを祈っているということで、どれぐらいの怪我かまだ分かってませんが、この試合非常にパフォーマンス良かっただけに残念な怪我ということになりました。さあ続いてこの試合で起きたこと3つ目はコナテリバプール公式戦デビュー。この夏3600万ポンドでライプツィヒから加入したコナテですが、これまで出場機会がありませんでしたが、この試合ついにデビューということになりました。この試合でも非常に能力の高いところを見せてくれたんじゃないかなと思います。縦パスなどもいいの入ってましたし、1本ロングパスでアシストかというところもありましたので、ここのセンターバックのポジション争いも非常に加熱していくんじゃないかなと思います。続いてこの試合で起きたこと4つ目はケイタ約1年2ヶ月ぶりゴール。ケイタは2020年7月22日チェルシー戦以来のゴールとなりました。このゴールでケイタはプレミア通算5ゴール4アシストという記録になっております。続いてこの試合で起きたこと5つ目はマネクリスタルパレス相手に9試合連続ゴール。この試合もマネ43分にゴールを挙げております。このゴールでマネは同じ相手に9試合連続ゴールとなりました。これはプレミア新記録ということになります。プレミア史上初9試合連続同じ相手にゴールを挙げた選手としてマネが記録されました。この記録がどこまで伸びるのか注目されるところです。さあ続いてこの試合で起きたこと6つ目はマネリバプールで100ゴール達成。マネはですね9試合連続ゴールに加えましてリバプールでの100ゴール目を達成いたしました。この100ゴール達成リバプールの選手として18番目ということになっております。さあ続いてこの試合で起きたこと7つ目はサラー150試合出場。サラーはこの試合出場したことによってリバプールでのプレミアリーグ150試合を達成しました。サラーは150試合で99ゴール36アシストと強烈な記録を残しております。さらにサラーはこの試合でユニフォームを脱いだことでイエローカードをもらいましたが、サラーは今まで3枚しかイエローカードもらっておりません。その3枚すべてがユニフォームを脱いでのイエローカードということになっております。さあ続いてこの試合で起きたこと8つ目はファンダイク100試合出場。この試合でファンダイクはリバプールでのプレミアリーグ100試合目の出場となりました。ファンダイクが出場した100試合で76勝16分け8敗ということになります。
この試合でもファンダイクの存在感の大きさ感じられました。セットプレーでの脅威となることでこぼれ球にリバプールが反応する、相手が引き寄せられて他の選手が空くということもありますので、ファンダイクの存在感、昨シーズンは怪我でいなかったですけども改めて感じさせてくれる活躍ぶりだったんじゃないかなと思います。さあ最後、この試合で起きたこと9つ目はヘンダーソンキャプテンになって200試合目。この試合でヘンダーソンがキャプテンになりまして200試合目となりました。これはですね、リバプール史上7番目の記録となっております。この記録がどこまで伸ばせるか非常に注目されるところじゃないかなと思います。ちなみに1位はスティーブン・ジェラードの472試合です。はい、いかがだったでしょうか。クリスタルパレスのレビュー、非常にこの試合いろんな記録が生まれました。一番大きい記録としてはマネの9試合連続同じ相手にゴール、これはプレミア史上初めての記録となりますので、歴史に残る瞬間見れたんじゃないかなと思います。皆様この試合どのような感想をお持ちでしょうか。ぜひコメントで教えていただければなと思います。というわけで今回はプレミアリーグ第5節リバプール対クリスタルパレスの試合をレビューしました。もし少しでも面白いと思いましたら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。